い、どうも皆さん、こんにちは。タンホール12がリリースされてから、早くも1週間が経とうとしております。カラカラチャンネルの、ケースケーです。ブーということでね、今回はですね、久しぶりのクラン対戦の動画ですね。結構ね、コメント欄で、タンホール12がリリースされてからの、クラン戦の模様、見てみたいですっていうね、リクエストいただいたので、今回はですね、クラちゃんツベルフからお送りしていきます。で、そうですね、環境としては、まあ、タウンホール12がリリースされて1週間ぐらい、もう経つんですけれども、もうね、ツベルフの皆さんね、大半の人々が、はい、タウンホール12に上げてしまいました。でね、まあ、環境としては、まあ、相手もね、タウンホール12ばっかりなんですが、まあ、環境としては、今現在の現状は、タウンホール12、序盤で、で、まあ、みんなね、戦力も整ってないっていうのもあるからか、まあ、そうですね、こう、前回取れまくりっていうわけでも、ないんですよね。30人対戦で、15、13が。で、まあ、格下のタウンホール11あたりにはね、しっかりでこう埋められるんだけど、12に関しては、序盤といえど、こう、前回でこう埋められるみたいな、そういった感じでもないんですよね。なので今回はですね、タウンホール12の、前回リプレイ、こちらの方をね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、じゃあね、もうみんな大好き、新ユニットのライトニングドラゴンを使った前回リプレイから見ていきましょう。このね、リリルさんですね。リリ神様の前回リプレイはね、マオさんが生放送と、あと動画に、してましたがね、自分もね、一応ね、動画にしていきます。いや、今回もね、ほんとリリルさん、マジで、うまかったですよ。ウォールブレイカーの使い方見ていてください。ウォールブレイカー12体か。結構多めなんですけども、壁開けが、まあ、うまい。見てて、こっからね、はい、一層目開けるじゃないですか。まあ、ここまでは普通ですよね。で、バーン、バルーンで外周のホーミングを吸っていって、でね、中に入れていきます。あ、ちなみにこれ確か秘書権の攻めかな？テスラとか罠の位置は分かっていて、さあ、ここで2層目の壁を開けていきました。まあね、ここら辺まではよく見られるかなとは思うんですけれども、さらによ、あ、ちなみに、四方向の、ボーラーすげえ仕事してますよね。で、あ、来ました。はい、見て、3層目、ここを開けていくのよ。うますぎじゃないっていう。もう、これによって対空砲3本狙っていくような、そういったルート作れちゃってますよね。もうね、この時点ですごい上手すぎ、上手すぎ事件簿なんですが、こっからね、さらに注目してほしいのが、残り時間1分くらいでライトニングドラゴンパート始めていきます。ただね、残り1分で、まだかなり施設残ってるんじゃないですか。食い火でね、結構ちょっと区画を1つ2つぐらい、こう削ったような、そんな感じ、4分の1削ったぐらいなんですが、ここは残り1分で、1分切るか。もう1分切ってます。はい、50秒もないぐらい。あ、50数秒で。見てて、これだけの施設数残ってんじゃないですか。今までの食い火ドラとかだったら、これだけの、施設数残ってたら、時間切れ間違いなしだったんだけど、残り50数秒で、ライトニングドラゴン展開してたら、はい、見て、12時方向のライトニングドラゴンとか、やっぱチェーンライトニングの能力で、ズバッとよ。さあ、インフェルノタワーとかも、はい、こういう風に。周りの施設一気に壊していって、で、インフェルノタワーとか、あと周りの施設もバンバン壊すんで、全然時間切れの心配がないんすよ。まあ、時間切れの心配があるとすれば、ライトニングドラゴン自体移動速度とか攻撃速度も遅いので、それで時間切れになるってことありそうですが、それを補うこの火力プラスのチェーンライトニング能力で、もう、残り、はい、残り6秒ぐらいで残ってる施設、はい、これだけ、もう、ね、見た6時方向とか、もうめっちゃ施設何個も壊しての全開。いや、もうライトニングドラゴン強すぎだろっていう感じでしたよね。で、続いてはね、リリューさん、星6取ってくれたんですよ。で、今回もね、秘書権の攻めでございまして、まあね、テスラとかに関してはね、バルーン1体で壊していきます。そうですね、タウンホール12でも、やっぱりカードテスラ、橋テスラはね、試験での、全開を防ぐためにね、これもね、流行ってきそうですよね。で、さ、注目してほしいのが、サイドカットにもめちゃくちゃ時間かけるんですよ。丁寧なサイドカット。ボーラーとか使うじゃん。で、このボーラー撃たれて死ぬじゃん。そしたらよ、ウォーデンで、まあ、クエグで壁開けを行っていってか、ウォーデンで、ずっと、もう、時間切れとかの心配もねえんじゃないかなっていうぐらい。わかんない。時間切れの心配とかしてねえんじゃねえかっていうぐらい、もう、ずっと、ボーデンに殴らせておきます。で、
こっから、はい、ババキンカーのウォールバスターで壁を開けていって、で、まあそうですね、タウンホールに近いんで、もうすぐにですね、ウォールバスターね、奥まで進行させるっていう感じでもなく、通常の、シングル IT の竹取りぐらいな感じで入れていって、で、そしてね、はい、出てきました、ボーラーに対してエターナルトームをかけていって、からの進行がえぐいと。いやー、なのでね、ウォールバスターも本当に強いので、こっから、これからはね、ほんと、ゴレホグとか、ゴレホグっていうか、ホグ系の戦術とか、あとはね、ボーブリト系の戦術にね、ウォールバスターはね、絶対入っていくような、そういった感じですかね。で、そしてね、あとは、ソラパード始めていきました。なのでね、本当にね、まだ相手がね、タウンホール12の序盤なんですけど、あ、そうそう、タウンホールも見ていてください。ギガテスラのレベル自体は高くはないんですが、タウンホール自体の HP が高いんで、本当バルーン、バルーン数体で一撃で壊すぐらいの体数出さないと、バルーンが残っちゃ、タウンホールが残っちゃって、だからね、レベルの低いタウンホール12、ギガテスラでも、バルーン結構落とせるんですよね。なので、ね、ちょっとね、今度ね、ギガテスラ、タウンホールを壊すのに必要なバルーンの体数とかもね、これからね、ちょっと計算して、しっかり当てていかないと、あそこだけ残っちゃうっていう場面がね、増えてくると思います。はい、ただね、まあ、こっからね、あとはもう回収で、前回と、リルさん、星6、ナイスでございます。さあ、続いてのね、前回リプレイ見ていくんですが、続いては、先日のアップデートで、フリーズがめちゃくちゃ使いやすくなりました。今まで呪文枠2枠だったのが1枠になったことによっていっぱい持っていけて、今回のサイサーの使い方も面白かったです。はい、まずはですね、サイドカットを行っていってからのウォールバスターですね。で、シングル IT にすぐタゲ取られてしまうので、ここで一旦レイジからのフリーズで一旦インフェルノタワーを停止していって、で、これ壁開きもね、狙ってたと思うんですよ。壁開けも狙っていって、で、中にボーラーとか入れて、エアスイとか、あとね、できればアチャクイとかボーラー中に入れて、で、ギガテスラとか壊そうかなっていう、そういった狙いだったと思うんですが、ここね、ちょっとね、すぐに、壊れてしまってね、ちょっとね、イメージ通りではなかったのかな、ものだと思われますが、ただ、フリーズ1枠なんで、呪文1枠で、これだけアチャクイ処理して、インフィオンタワーも、折るってことができるっていう、すごい使いやすいですよね。で、そしてね、今回相手の防衛援軍ラバーハンドだったんですが、アチャクイがいい感じにね、十字方向に流れてくれたおかげで、ラバムシの、形を取ることができました。さあ、そしてね、ラバル展開していきますね。で、残りで、ね、2発もね、フリーズ残ってんですよ。で、さらに、こっからね、ヘイスト打っていって展開していって、で、このフリーズ2発の打ち方もね、ちょっと見ていってください。まずはここに、フリーズを1発打って、で、ラバーハンド、なるべく体力を温存させていきます。で、やっぱね、2枠から1枠になったことによって、止める時間がね、確か5秒ぐらいになっちゃったんですけれども、ただ、呪文1枠で5秒止めれるってかなり大きいんですよね。で、そしてね、最後のフリーズ1発とヘイスト1発も残っているので、最後ですね、ここ、まとまってきたバルーンたちがね、範囲攻撃で落とされないように、ウィズ島と、あとインフィオタワーか、も止めていって、そして、バルーンが回っていっての全開と。いったこういうね、呪文編成の幅がね、今広がってるんですよ。フリーズ、数個持ちの、空回しとかもね、すごい増えてます。で、最後ですね、ラバーハウンドもね、うまいこと弾けまして、あ、最後、下の方にね、テスラが残っているんですけれども、あとはね、回収で全開取ってくれました。さあ、そしたらね、空軍編成だけではなくて、陸軍編成もちょっと見ていきましょう。今回のアップデートで、ネクロマンサー弱体化された的な話があったんですけれども、ヒットポイントや火力も、結構ね、実はね、生成するスケルトンですね、いっぺんに4体までしか生成できなくなったんですが、その代わり HP とかね、あと火力が確か強化されたんですよ。で、A さんに心霊レベルも追加されましたね、レベル4のネクロマンサー。逆にね、もうこれ強化なんじゃねえかっていうぐらい、レベル4のネクロマンサーほんと強くて、なんで強いかっていうと、まあね、スケルトン12体まで生成できて、タゲチラシもね、行えるっていうのももちろんなんですけど、HP が確かね、440ぐらいまで上昇して、巨大爆弾1つと小爆弾2つで倒してたのが、倒せなくなりました。これはね、かなり、ネクロマンサー弱体化したと思って、実は、めちゃくちゃ強くなったんじゃねみたいな。感じでネクロボーラー対策に外側に、この配置もそうですよね、外側にね、巨爆とかあと小爆弾のセットを置いてあって、でネクロボーラーを倒すみたいな、そういったね置き方の配置あったんですが、
あのネクロマンサーレベル4が巨爆1個と小爆弾2個で倒せなくなったんで、あの今後ネクロマンサーモーラーネクロ対策に外に2連の巨爆を置くとか、そういうのじゃないと結構防ぎきれねえんじゃねえかなって最近思うんですよね。なので本当にスケルトン12体生成するっていうのと巨爆と小爆のセットで倒せなくなったっていうのはかなり大きいかなと思います。でちなみにボーラーに関してはね、確かレベル4のボーラー HP390 だったかな。なのでね、あのボーラーに関しては巨爆と小爆弾のセットでね、あの倒せるんですが、ネクロマンサーが結構厄介になったかなといった印象でございます。修正入るんですかね。ちょっとねそれに関してはね今後の動向を見ていきたいなと思いまして、さあぐるっと回ってタコさん全開お見事でございます。さあ続いて、ラストですね。ラストに関してはホグ編成、これをね見ていきましょう。新レベルのホグライダーもなかなかえぐいっすよ。で、今回はマックさんがねホグ編成で全開取ってくれたんですが、今回もねさっきのサイさんみたいにフリーズを混ぜたホグ編成となっております。そうですね、やっぱり結構フリーズが一枠になったんで本当に使いやすくなったかなと。で、あ、そうそうそう、マックさんのなんか小技として外テスラ、タウンホール11レベルの外テスラに関してこれジャイ1体とアーチャー1体で壊してるのがすごいね面白かったですね。そうですね、バルーンとかで壊してもいいんですが、あの大工小屋とかもやっぱ壊したいんで、まあ一枠増やしての6枠でねちょっと施設のカットをしていくみたいな、そういった感じですかね。で、そして、防火ですね。ボーラーにヒーラー2体つけていって、で、間のサイドカットを行っております。で、しっかりとサイドカットを行う感じで、まあ、ジャイ1体出して、シングルインフェとかのタゲ取り用かな、そんな感じでね、出していきまして、さあ、ここから見ていきましょう。フリーズをね、2枠ですね、やっぱり1発ずつ使えるようになったんで、こう、幅広く使える。これ、間違って2発落としたのかな、どうなんだろう。ちょっとわかんないんですが、フリーズが本当に使いやすくなって一旦インフェで、インフェを止めてデババキンとかウォールバスターを守ることによって、ここから見ていてください。あのウォールバスターがめちゃくちゃ奥まで進行していきます。もう本当に HP が体力的にこれみたいなもんなんで、ずっとここからねターゲット取ってくれるんですよ。ターゲット取った上にもう中盤あたりでやっと壊れて、ここでボーラージャイとかが出てきて、あのさらに防衛施設とかを壊す手助けもしてくれるんで、進行がだいぶ楽になってきます。なんでそうですね、まあまだタウンホール12序盤ばっかりなので、ギガテスラレベルマックスじゃないからボムタワーみたいな爆弾とかもまだないんで、ヒールをねまだまだ温存できるので、ホグも刺さりやすいのかなといった環境になっております。さあ最後ですね、ホグレベル8のホグ、ほんとね強いっすね。これだけの数がこう集まったね、もう止まんない止まんない。で、最後のね、アーチャータワー、大砲を壊して全開、お見事でございます。ということで、タウンホール12がリリースされて、およそ1週間、現環境を、お送りしていきました。まあそうですね、まだまだみんなね、タウンホール12序盤で施設レベルが育ってなかったり、戦力も整ってなかったりっていう人が結構いますので、またね、何ヶ月経って、で、中盤、終盤ぐらいの戦いとかもね、これから動画にしていこうと思いますので、ぜひともチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。